海上保安庁の海上保安庁の予算を徹底的に救難する。はい、皆さん入りましょう、入りましょう。あんなことが言ったら入りましょう。中に入って抗議しましょう。転覆させる殺人行為を許してはならない。中に入って声を届けましょう。安倍さん、本人を出てこい。説明するよ。県民に、市民に説明しろ。本部長、決して言うな、決して言うなんぞ。ただちに県民に説明してみろ。できるものにはやってみろ。今回の件は決して許さない。県民が許さない。数々の暴力、これまでも何度も無抵抗のカヌー抗議船が生命の危険にさらされた。何度も抗議し要請したが一向にやまない。海保は暴力集団か。何か公開安全だ。市民弾圧をやめろ。殺人行為をやめろ。決して許さないぞ。今回は決して許さない。本部長出てこい。浅川本部長出てこい。吉田は言った。吉田正義出てこい。吉田正義出てこい。あの冒険は何だ。死んだかもしれないだと。ふざけたこと言うな。あどうせ今回決して許さない。決して許さんぞ。お前ら大村から出ていけ。辺野古から撤退せよ。決して許さない。海保の暴力、数々の弾圧、しまいには殺人行為か。抗議船を転覆させる。意図的に転覆させる。決して許さないぞ。決して許さない。長谷川本部長、長谷川本部長出てこい。本部長出てこい。本部長出てこい。出てこい。吉田出てこい。出てこい。吉田出てこい。吉田正義出てこい。もう一遍言ってみろ。我々にあの一言もう一遍言ってみろ。もう一度言え。決して許さんぞ。決して許さない。何が公開の安全だ。何が公開の安全だ。どうだ。お前らが一番危険なんだ。どうだ。お前らが会場に出ることが一番危険なんだ。どうだ。決して許さない。決して県民が許さない。意図的に転覆をさせ、そして市民の県民の命を何とも思わない海上保安庁、決して許してはならない。県民の皆さん、許してはなりません。市民の皆さん、決して今回の非道な行為を許してはなりません。海上保安庁、海上保安庁は決して許さない。徹底的に抗議をして糾弾をする。浅川本部長、我々の前に出てきて抗議を受けろ。どうだ。出てきて抗議を受けろ。責任ある本部長なら抗議を受けろ。11管区の本部長を命じて、今大村で辺野古に何が起きてるか分かるか。机の上でお前を何をしてるんだ。会場で何が起こってるか分かるか。本部長出てこい。出てこい。浅川出てこい。中にいるな。出てこい。責任ある者出てこい。我々の抗議を受けろ。抗議を受けろ。決して許さない。決してこのことを県民に許しません。まだまだ少し集まると思います。15分から正式にみんなで抗議の集会をしたいと思います。今日は日口英会議団提携場所を示しています。昨日も11時間後の中津区半分に皆さんも集まっていただきました。カーテンをずっと閉めて海保の姿は一人見えない。そして昼食後に回ったら海保がいた、門が開いた。私たちは入って再び抗議をしました。抗議をしました。なんてことをするんだ。あんなことを、あんな無抵抗な市民を、弾圧を、こんなことをやめろ。高津湖本部11管区の命でやっていて、会場での
警戒警備の指揮については私たちの範囲にはないと言って、ここ11管区が中城区、当然他の保安部を統括をしている、決して長谷川を許さない、11管区本部長を許さない、今回の件は決して許さない、勝っては許さんぞ。数々の市民弾圧、何度も模擬戦が出る。